当のラプンツェルを神長姫と訳されることもある。グリム兄弟が童話集から性的な要素を省くプロセスが明確である例としてよく挙げられる。初版では主人公が夜ごと王女を部屋に招き入れて王瀬を重ね、結果として妊娠。それがバレてしまったため放逐されたプロセスを詳細に書いているが、後の版では王瀬シーンが最小限に さらに性行為の暗示はすべてカットされ、放築の理由も外部の人間である王子を招き入れ、恋中にまでなっていることをうっかり言ってしまったためとされ、後に自分が産んだ子供と暮らしている描写が挿入されることにより妊娠が発覚という番に改変された。ラプンツェルは知者と訳されることがあるが、本来は菊科のレタスではない。ラプンツェルと呼ばれる野菜はお見ないしかのの自者。 奇境家のカンパヌララプンティアラスなど複数存在する。妊婦が食べるのに良いとされる植物である。あるところに夫婦がいた。長年子供がいなかった二人だが、ある時やっと子供を授かる。妊娠した妻は隣に住むゴーテルという魔法使いの庭のラプンツェルを食べたくてたまらなくなる。食が細ってやつれた妻にラプンツェルが食べられなければ死んでしまうと懇願された夫は、 妻と生まれる子のために魔法使いの敷地に忍び込むと、ラプンツェルを摘み取りにかかるが、魔法使いに見つかってしまう。しかし、夫から事情を聞いた魔法使いは、好きなだけラプンツェルを摘んでもいいが、子供が生まれたら自分に渡せという。やがて妻が産んだ女の子は即座に連れて行かれ、ラプンツェルと名付けられて、森の中に築かれた入り口のない高い塔に閉じ込められる。 魔法使いは、ラプンツェルの見事な長い金髪をはしご代わりに、窓から出入りしていた。そんなある日、森の中を歩いていた王子が美しい歌声に惹かれ、塔の中に閉じ込められたラプンツェルを発見。魔法使いと同じ方法を使って塔に登る。初めて男性との性交渉を知ったラプンツェルは、驚くが、やがて愛し合い、魔法使いに隠れて、夜ごと王子を部屋に招き入れて、 頻繁に成功を行う。その結果ラプンツェルは妊娠する。その事実を知って激怒した魔法使いは、ラプンツェルの髪を切り落とし、荒野に放逐する。一方、何も知らずラプンツェルを訪ねてきた王子は待ち受けていた。魔法使いから罵られる中で、すべての天末を知って絶望し、塔から身を投げて失明する。7年後、盲目のまま、森をさまよっていた王子は、 男女の双子と暮らしているラプンツェルと巡り合う。嬉し泣きするラプンツェルの涙が王子の目に落ち、王子は視力を回復する。王子はラプンツェルと子供たちを伴って国に帰り、皆で幸せに暮らす。ありがとうございます。